オスマン家、オスマン家、オスマン家、オスマンルホナダンは、オスマン帝国の皇帝の家系として続いた、中力系のヨーロッパ・アジアの皇帝家。13世紀末に、アナトリア半島北東部を支配した初代オスマン一世に、始まり、36代目フメト六世が廃位される1922年まで、オスマン帝国に君臨し、今日に至るトルコ人、オスマン人を形成した。 かつては、オスマン部族、オットマン部族と呼ばれることも多かったが、オスマンの名は、遊牧部族的組織を脱して、ガーズイー、ジハードに従事する、ムスリム戦士集団を率い、軍行国、帝国へと発展し始める基礎を打ち立てた、オスマン米、オスマン帝国の建国者、オスマン一世に由来するため、適当な故障ではない。現在、生因は、オスマンオール、 オスマンのこの意味という姓を名乗っているので、オスマンオール家と呼ぶのが正式である。オスマン家の起源に関する確実な資料は存在しないが、後世オスマン帝国で信じられた、始祖伝説によると、その演祖は、トュルク系遊牧民のオグズ二十四部族の一つの、カユ部族の長の家系の羊であ、イスラム教を受け入れたカユ部族は、中央アジアからイランのホラーサーンに移住し、 スレーマンシャーが部族長の時、おそらく、モンゴル帝国の生成を避けて、アナトリアに入った。スレーマンシャーはそこで死に、部族の一部は、ホラサーンに帰ったが、スレーマンシャーのこの一人、エルトゥールルは遊牧民400幕を連れて、アナトリアに残り、ルームセルジューク帳に仕えて、アナトリア東北部のソユトの町を中心とする一帯を、遊牧地として与えられ、 東ローマ帝国に仕えるキリスト教徒と戦った。1280年から1290年の間頃に、エルトゥールールは病死し、息子のオスマン、オスマン一世が後を継ぐ。後世の記録によると、オスマン米は、周辺のキリスト教徒の領主たちと、ジにはイスラム教徒とも激しく戦って、周辺の都市を征服し、1301年には、 コンスタンティノポリスから派遣されてきたローマ軍を撃破した。この間のオスマンが、米、軍港として自立した勢力を固めた頃にあたる1299年が、伝統的にオスマン帝国の建国年とみなされている。その後、二大オルハンは海を渡って、ヨーロッパに勢力を広げ、三大村と一世はバルカン半島に勢力を広げ、カイロのアッバースチカリフからスルタンを名乗ることを、 承認された。歴代の皇帝は、皇后の羊にあまりこだわっていない。オスマン一世とトルコ系女性マルハトゥンの愛の子である、オルハンを例外として、村と一世の母、ニルフェル、バヤジと一世の母、ギルチチェキ、メフメと一世の母オルム村と二世の母エミネラ。歴代の皇帝の母は、ほとんどがギリシャ系やブルガリア系などのキリスト教徒出身者で、人質や、 女奴隷として高級に入った女性であった。オスマン帝国の主要な敵国であった、西ヨーロッパ諸国出身の母キサキもおり、村と三世の母ヌールバヌー・スルタンはイタリア系、マフムと二世の母ナクシュディル・スルタンはフランス系であるとされる。15世紀に入り、バルカン半島とアナトリア半島を支配する大帝国に発展すると、後継者争いによる、 帝国分割の危機を避けるため兄弟殺しの観光が生まれる。最初に兄弟を殺害した例として確実視されるのは三代村と一世であるが即位にあたって兄弟殺しを行ったのは四代、バヤジと一世である。その死後息子たちの間で帝国が分割されない不運が起こったことから次第に兄弟殺しが帝国維持のためやもう得ない行為とみなされるようになり始め、 コンスタンティノポリスの征服者として知られ7代目フメと二世は兄弟殺しを法令として定める。このためにオスマン帝国は歴代に優秀な皇帝を即位させ安定した統治を続けることができたが8代バヤジと二世の弟ジェムスルタンが殺さるのを免れるためヨーロッパに亡命した事件や10代スレーマン一世は後継者争いに敗れた息子に反乱を起こされる悲劇を生んだ。 同時期に最小制度が拡充されて、政治の実権は皇帝の最高代理人である大最小に委ねられるようになり、皇帝の政治力の低下が進んだ。一方、16世紀、皇帝は巫女が皇位白奪のために無本を犯すという脅迫観念に囚われ、トップカップ宮殿の高級の最も奥、北の角に黄金の鳥籠と呼ばれる一室を作り、 巫女たちを幽閉した。監視には、秘密を守るために鼓膜に穴を開けられ、舌を切られた看板が当たった。やがて、この黄金の鳥かご制度も世襲されることになり、しばしば皇帝は、皇位散脱を恐れて、黄金の鳥かごに幽閉した巫女たち、皇位継承権を持つ皇帝の兄弟や子を殺害した。殺害に当たっては、オスマンの血を流してはならない。 という戒律によって処刑人が紐で締め殺した。字には、後位継承者を殺害しすぎて、後位継承が危ぶまれる事態まで発生したことも、あった。例えば第十七代村と四世、在位1623年から1640年、が二十八歳で没死したとき、後位継承者は、人格的に具体的に問題があった皇帝イブラヒム、第十八代、 在位1640年から1648年一人しか残っていなかった。また、黄金の鳥籠は、長年の遊兵生活で、精神状態や社会的な適応力に問題を持つ、巫女の皇帝への即位を繰り返す結果を生み、時に、幼年皇帝の即位による皇太后の政治関与を生み、帝国衰退の一因ともなった。19世紀に入ると、国の衰退した。 オスマン帝国にキリスト教徒の列強君主に対抗して、オスマン皇帝のスンナハイスラム教徒に対する宗教的権威の優越が期待されるようになり、オスマイ家の君主には、スルタンの世俗的権力とカリフの宗教的権威が兼ね備えられているという主張が生まれた、スルタンイコールカリフ星。9代セリム一世がマムルーク朝を滅ぼした時、マムルーク朝の庇護下にあったアッバース朝の末裔から、 カリフ権を譲り受けたという伝説は、この目的のために創作されたものと考えられている。しかし、19世紀以前にも、スレーマン一世の時代に大宰相リュトフィー・パシャなどにより、スルタンイコールカリフ性が主張されることもあった。特にイスラム教徒の人口を多く抱えるインドでは、創始国イギリスに対するイスラム教徒の民族運動の精神的支柱として、カリフが重要視された。 これを恐れたイギリスは、カリフとなるものは預言者ムハンマドと同じくらい種族に属するアラブ人でなくてはならないというスンナ派の規定を持ち出し、トルコ人のオスマン家がカリフを称するのは戦勝であるとするキャンペーンを張ったが、オスマン帝国がスンナ派、イスラム諸国で最大の強国であるという現実に支えられて、オスマン家のカリフに対する疑問はアラブ世界ですらもほとんど持たれることはなかった。 1876年に制定されたオスマン帝国憲法はこれを条文として盛り込み、オスマン帝国の君主はオスマン家の党首によって世襲され、世俗政治の最高権者であるスルタンとムスリムの宗教的な指導者であるカリフの権能を兼ねることが明文化される。第一次世界大戦でオスマン帝国が敗北して国領が連合国によって、 分割占領されると、アナトリアで、ムスタファケマルラを指導者とする抵抗運動が起こった。これに対して連合国は、イスタンブールを占領し、イスタンブールのメフメト6世の政府も連合国の圧力に屈して、帝国の分割反対を叫ぶ、帝国議会を解散したため、アンカラの抵抗運動組織と、帝国議会の勢力がアンカラに結集して、大国民議会を設立して、 オスマン帝国政府に対抗する革命政権を打ち立てた。これにより生じた二重政府状態を解消するため、連合国との戦いを急戦させた大国民議会は1922年、イスタンブールのオスマン帝国政府を消滅させることを決定した。ムスタファケマルは、ムスリムのカリフとして高い権威を持つオスマン家を、敗位すれば国内外の反対が避けられないと判断し、 大国民議会にスルタンイコールカリフ制を廃止して、スルタンとカリフの地を分割し、さらにスルタン制を廃止して、メフメと六世を廃位することを受け継ぎさせた、トルコ革命。翌1923年には、共和制が宣言されてトルコは、共和国になり、さらに1924年、カリフとして即位した、アブデュルメジト2世は廃位された。カリフ制の廃止とともに、 オスマン家の全成員はトルコからの国外退去を命ぜられ、オスマン家の支配は完全に終焉した。トルコ追放以来、オスマン家はトルコ国外において年長者が定位継承者として課長の座を継承しており、ニューヨーク在住のエルトゥールルオスマンが1992年にトルコ政府の招きで一時帰国。その後1994年に第43代オスマン家当主に、 就任後の2004年に、トルコ共和国のパスポートを取得して帰国。2009年に死去するまでイスタンブールに居住した。このように、オスマン家の国外追放は解かれたため、イスタンブールに帰った者も,も多い。エルトゥールオスマンの死去を受けて、第44代オスマンを受け当主には、アブデュルメジト一世の彦にあたるヤジットオスマン、2009年から2017年、が就任した。その後、 バヤジットオスマンも亡くなり、現在の当主はデュンダルアリオスマンとなっている。以下にオスマン帝国滅亡後、帝政廃止後の歴代オスマン家課長を挙げる。第38代以降は定位請求者であり、ミクライはオスマン帝国王子で、称号は殿下、ヒズ・インペリアル・ハイネスであるオマン帝国時代の歴代課長についてはオスマン帝国の君主を参照。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。